いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。今日もおはがきいただいております。ラジオネームは書いておりません。10月23日、最近マジ疲れますが今日はとっても楽しいです。美味しいもの食べて楽しいおしゃべりして癒されますということです。はい、ありがとうございます。最近マジ疲れますがということですね。はいはい、今日はとっても楽しいです。美味しいもの食べて楽しいおしゃべり、これは楽しいですね。一番、僕なんかも恵まれてますんで、まああのお店で仕事しながらですね、まあたまにそういう楽しいおしゃべり、仕事しながらできこっちまでできたりするのですごく恵まれておりますけど、なかなか仕事ライフスタイルでそういう機会がなかったらですね、そういう時間を取れることっていうのはすごくありがたいことですよね。そうか、なんか、僕はあの子供の時に小児喘息だったんですけど、こういう、だんだん涼しくなってきた季節の変わり目が体調悪くなりやすい、喘息が出やすいんですね。なので僕だけじゃなくて、おそらくこういう、季節の変わり目ってなんか寒かったり妙に暑かったり温度差に少し体が、しんどくなったりするので、まあ、あのそういう疲れも出て、疲れというか、まあ、しんどさ出てきますよね。あんまりこう、できるだけ、まあ、あの体のサインというか体の要望に従ってできるだけ、生活していけたらいいなと、感じています。また中空でも友達との楽しいおしゃべりしていただけたら幸いです。ありがとうございました。今日もおはがきいただいております。読み上げます。ラジオネームいちごさんです。マスターに質問です。人から嫌なことを言われたり耳にするとなかなか忘れられずに気持ちが暗い日が続きます。どうしたらその場で聞き流せたりすぐ忘れることができるでしょうか、ということです。はい、人から嫌なこと言われることですね。ははそっか。で、まあ暗い日が続くけども聞き流せたり忘れることがどうやったらできるかっていうことですね。はい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 。ですね、まあこういうことはありますよね。はい。で、あの僕はですね、例えば、まあ嫌なこと言われたらですね、その人、言った人は、まあ、どう考えて、僕に言ったのかなということを、まあ、考えてみます。はい、あ、まあけどその前にあの反射的にちょっと腹立ったり怒り、まあ、怒りが出てきたり、まあ、悲しい気持ちも含んでますけど、まあ、反射的にそういう感情は起こるんですけど、まあ、その後というか、その少しまあそれが収まったぐらいに、まあ、なんでその人がそういうことを思ったのか、もしくは、思ってないけどもしかしたら何か意図があって自分に言ってきたかもしれないとか、いろいろ想像して考えてみます。で、考えてもですね、結局自分じゃ、その人じゃないので、まあ、分からないんですけど、一つ気づくことはですね、僕は岡田は、まあ、当然生まれた時に、こう備わっていた、特徴というか、まあ、体とか、まあ、備わってた何かこう、性質、性格的な性質もあるかもしれません。
でそれプラスですね、僕39歳なんで39年間の、生きてきた、生きてきて起こったこととか、起こったことで、覚えてることとか、そういうことで僕の考えって、できてると思います。なのでおそらく言った人もですね、自分に言ってきた人もですね、生まれ持ったその性質と、その人が歩んできた人生の経験の中で、そういう考えがその人に生まれてると思います。でよく考えてみると、それってこう自分で選べなかったんですね。なんか、はい、なんて言ったらいいかな、その誰と出会うかとか、どういう経験するかっていうことは、すごい偶発的で、なんか自分で選び取ってないような気がします。で僕もですし、おそらくそういうこと言ってきた相手の人もそうだと思います。でその時にすごくこう環境とか周りの状況によって自分が作られてるなと感じます、僕も相手の人も。でその時にですね、なんかそういう、その言ってきた人とか、岡田っていう実際の実態みたいなのって、なんかこうすごくこう、あるようでないのかなと思います。でその時になんか、嫌なこと言われたとい う起こったことにですね、こうそこまで、なんて言うかな、囚われるような感じがですね、少なくなるのかなと、自由になるというような感じでもあるかな、なんかそんな気がします。はい、何かご参考になればと思います。ありがとうございました。今日もおはがきいただいております。ラジオネームピンクのバラさんです。タフな心と体を身につけるには、日々続けたらいいことや気をつけることはありますか、ということですね。はい、タフな心と体ですね。ということは、身につけたいと思ってらっしゃるということは、何か、もう少し、こう強い心と体があればなと思うことがあったんですかね。僕は岡田はですね、小さい頃から小児喘息で結構病弱で、喘息ってこう呼吸が苦しくなるような症状なんですけど、結構病弱だったんですけど、だからこういうことしたら発作が起きやすいなとか、こういうこと自分ちょっと体的に苦手だなっていうことが、付き合ってきましたね。で、最近だと僕は毎日腕立て伏せとか、そういうトレーニングを家でしてます。で、お店でいるだけだとちょっとこう運動不足になりがちなんで、体の方は自分の性質と、うまく付き合ってですね、自分が苦手な体のパターンはあんまりしないようにして、であんまり無理をせずトレーニングして、ますね。あとちょっとこう何かもう食べ過ぎると体が あからさまに次の日重くなってたりするんで、昔から腹八分目って言いますけど、そういうことをちょっと意識して体と付き合っております。で心の方ですね、タフな心っていうのが結構難しくてですね、おそらく、傷ついてしまったり、悲観的になったり、不安だったり、恐怖だったり、そういうふうに思う感情をですね、少しこう対処したいということだと思うんですけど、これって結構難しくてですね、心ってこう実体があるようで、ないようでみたいな、存在なので、僕はですね、あんまりこう戦うことをしませんね。例えば悲しいこととか不安なことが起こったら、もうどっちかというとその中に入っていくぐらいの、もう味わい切るぐらいの感じでいきますね。でなぜかというと、
なんかこう不安な気持ちとか悲しい気持ちを克服、追い払おうとか乗り越えようとか、消そうとかすると、なんかその対立自体がなんかこう苦しくなってくるような気がするんですね。だから例えば悲しい出来事が起きた、そしたらその悲しい気持ちをどうにかしようとして、それと対立することがなんかしんどいような気がしています。なのでなんか2つになってる気がしますね。悲しいということと悲しいこととこう対立してるしんどさの2つになんかなるような気がして、できるだけ僕、なんかその感情のまま、味わうようなことを僕の場合は、しています。でそうなるとあんまりこう後を引かないですね、味わい切ってしまうと、その後にこうずるずると自分のどっかにしまわれて、なんか自分をチクチク攻撃してるやしてるしてきてるなというような、あの動きはなくなるので、岡田の場合はそういう感じで、考えています。はい、ご参考になれば、ありがたいです。ありがとうございました。中空岡田に相談質問などおはがきや SNS のメッセージからコメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店お待ちしております。なくしたもんだけ光り出す痛い暗い半端な空を君と見てた半端な空を忘れ